実はバイオハザードはですね、カプコン社内でホラーを作れという指令が三上さんに下ったことで始まったと聞いたんですけども、これは本当なんでしょうか。あ、本当です。そう、当時の上司フィギュアさんっていう怖い人がいて、はいはい、その人に呼び出されて、ファミコンの時に伊丹十三監督さんが作られた映画でスイートホームっていうそれのゲーム、ファミコンゲームがあって、そこのシステムがすごくよくできたんだけど、たまたまそのゲームがあまり売れなかったんですよ。でその悔しさも当時古屋さんにはあって、それを使ってもう一回ホラーゲーム作りたいっていう話で、僕もすごく面白そうだったし、そのスイートホームっていうゲームすごく気に入ってたんで、それを踏襲してなんとかして、それがあのポケットいっぱいあるようにつながるんですよ。持ち数の制限があるゲームのシステム、それがこう使われてたんですけど、そこでこうクレームです。あれが面白いんですけどね。ね、三上さん、なんか先ほどお話の中でちょっと怖かったんだよみたいな一言ありましたけど、どんな風に最初はこう来たんですか。こういや、あれシステムが良かったんで、それを使ってゲーム作らへんか、終わりです。それだけですか。それだけです。で僕は、作りたいです、でそれで終わりです。それ作れって言われて、まずゲーム作る時って何からやるんですか。そのこの方とか、僕も受け継ぎるんですけど、割とこうプレゼンで口で説明するじゃないですか。で最初にこうパパッと説明して、大体理解、される方で、一番最初僕が若い時は企画書30ページぐらいこうやって持っていくじゃないですか、で1ページ2ページこう見て、うわぁ心折れるわそれ。それを晩のね4時とか5時にやられて、朝一に持ってこいっていう。へえ。で当然寝ずに、朝まで企画書直して持って行って、だこの方がですね、またこう見て、今度はもうちょっと見てくれ、3、4ページ見て、バッお前人は何しとってん。うわぁ結構じゃあ凄かれたんですね。そうですね。だから教わる、直接何かを教えるってこと絶対しない人でしたね。こうしたら面白くなるとか、こういう風にやったらおもろいでとか言わなくて、全問答ですね、ほとんど。